皆さんこんにちは、だるま屋6代目です。今日の動画はですね、今月のお客様感謝祭残り約1週間です。はい、という動画でございます。はい、4月はですね、まあ来月から値上げって告知していたことが主な理由だと思いますがですね、もうスタートダッシュからもうすごくてですね、ご依頼が半端じゃなかったです。まあまだ終わってないんですけど、もうね、やばい。もうこの記録は数年超えられない気がするっていうぐらい、もうとにかくまあ来張りが多かったですね。来客もすごくて、もう毎日ほんと分刻みで予約を入れるみたいな、15分、まあ、30分刻みぐらいでバシバシ予約入れていくって感じでしたね。はい、まあ、残り約1週間っていうところなんでですね、着物のお手入れをね、お考えの方はですね、ラスト1週間以内にご依頼いただくとお得ですよという話でございます。はい、いやーすごかった。去年の4月がね、僕が働いて15年目で単月の洗い張り枚数が過去一番だったんですね。去年の4月1ヶ月で311枚洗い張りをお受けしてたんですけど、その時もね、もう300超えるなんてって動画を撮ってたんですよね。もう今ですね、今日何日？22日？はい。もう余裕で300超えてますね。はい。どこまで行くんでしょうか。ということで、まあもう受ける時に言ってますが、仕立て直し結構時間かかるんで、皆さん、特にね、2回目以降のご依頼の方大丈夫だと思うんですけど、初めての依頼の方で、8月とかにふとさ、あれまだできないぞって思って不安になる方結構いらっしゃると思うんですけど、ちょっとこういう状況なんでですね、合わせはね、8月下旬ぐらいからできていくんじゃないかなと。もっと早くでき始めますけど、4月に受けた仕事が終わるのが多分9月いっぱいとかかかってもおかしくないぐらいの量なんで、まあちょっと心配になったらね、今、いつぐらいにできますかねとか、なんか問題起きてますかねみたいな聞いていただいて構わないんですけど、まあそういう状況です。はい、まああとは、今月ねご依頼いただいたお客様でですね、ふるさと納税の枠があってまだ使ってない方はですね、ふるさと納税の返礼品で、だるま屋の洗い張り券をね返礼品にして平塚市に寄付していただくと、その返礼品の洗い張り券後からお支払いの時でも使えるよっていうふうにルールにしたんで、もうご依頼いただいた後でもね、申請していただければ、3000円、1万2000円の寄付につき3000円のね値引き対応するんで、まあその辺もね、不明な点あれば LINE で聞いていただければお答えしますという形でございます。はい、そんなところかな。はい、ちょっとね、先週のね、YouTube ライブちょっと休ませてもらったんですけど、まあ、ちょっとこの声でわかるかな、ちょっと風邪ひきましてね、子供、天心がやっぱ保育園通い始めたらダメだね。まあ、もらってきてですね、まあ、結構僕が弱い喉の風邪をですね、もろに食らうっていうね、はい、感じでございまして、ちょっと先週の YouTube ライブ休みましたが、今週はね、ちょっとやろうと思っております。1万円のね、1万円じゃない、1万人ね、チャンネル登録数突破した、お土産のプレゼント企画の当選発表をライブでやるっていう目標があるんで、まあ、それもね、ちょっとも今日の23時59分が、この動画今日アップできっかな、はい、締め切りなんで、まだ応募しない、そうだったって方はですね、今日中に LINE でご応募ください。詳しくは、そうね、YouTube チャンネル1万人突破プレゼント企画っていう動画があるんで、そちらを見てくださいということで、ラスト1週間、お客様感謝祭、残り1週間なんで、着物のご依頼、お手入れのご依頼、もう今日グダグダやな。着物のお手入れのご依頼お待ちしております。バイ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 。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い、染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画で。
会いしましょう。バイバイ。